田さんは山下三津商店に入社してから何年目になりますでしょうか。まあ、3年目に入りました、ね、3年目、はい、どうですか、山下三津で働いて、はい、毎日楽しく、ああもう、はい、もうお客さんにいつもお会いできて、でありがとうっていつも言って感謝してくれます、してくれますので、すごく働きがいのあるお仕事です、はい。接客で大切にしていることなどございますでしょうか。はい、まず笑顔と、あと感謝 の気持ちをもう忘れずに、そうですね、それを大事にして販売の方をしております。販売見ててもすごい笑顔と感謝の気持ちがすごい伝わる接客で、はい、すごい素敵な、はい、接客だなと感じております。 ありがとうございます。こんにちは、ありがとうございます。お世話になります。また来週もお願いねってやっぱり言われるので、すごくやっぱり嬉しいですし、そうですね、やっぱり売り上げとか、やっぱりその分自分が頑張った分お金にも給料が、はい、上がって、あとは やりたいことを本当にやらせてくれるやっぱり会社なので、本当にやりがいはありますね、はい。白蜜ですね、はいはい、ありがとうございます。はい、白蜜お一つ324円になりますね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ500円で、はいはい、お願いします。まして、はい、176円のお返しですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあこちら176円、はい、こちら176円、はい、こちらお確かめください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。良くなってるの地震の影響でなられたんですか。そうですね、地震の影響で、そこからもう道がガタガタと、あ、そうしないの、すごいですよね、この隆起してる感じが。前の感じもちょっとなってるのも地震ですか。そうですね、横とか今、はい、そうですね、このマンホールの周りがやっぱ盛り上がったりとか、あ、はい、なるほど、やっぱり地震の影響というのが大きかったんですね。まあ、明日行く内側のエリアもっと広くて、あ、なるほど、そうですね、盛り上がってます。金沢は大丈夫といえど、やはり、まあ、なんかしらやっぱり、はい、やっぱり被害あわれている方が今、はい、瓦が取れたりとか、はいはいはい、やっぱ床が盛り上がったりとか、はい、被害になられている方がやっぱり多いですね。まあ、そんな中でも買っていただいているということが本当にありがたいです。本当ですね、お客様に感謝ですね。はい、はいはい、こちらで、はい、よろしいですかね。はい、こちらお席によろしいですかね。はい、はい、こちら豆乳きなこせんべいと豆乳プリン、避けますね、すいません、こちら、木綿豆腐 と、抹茶ですね、抹茶と黒ごま、そして、納豆、蜜納豆とお刺身湯葉、はい、こちら7点1、2、3、4、5、6、7、7点で2336円になりますね。はい、ありがとうございます。私どうしよう、はい、あ、はい、大丈夫ですよ、はい、もうゆっくり定めていただいて、はい、あ、これ角的になりますね。大根にキムチを和えた、もうこれも程よく辛くて、はい、美味しいですね。はい、あ、じゃあ、もう、はい、ブーム10分、はい、嬉しいので、はい、はい、こちら5000円で、はい、ありがとうございます。こちら5000円でお返しが2664円ですね。そうなんです、数の取り入れてヘルシーに、はい、は
食べていただきたいと思います。いろいろ出てきますので、はい、はい、サブリナがありがとうございます。すいません、お願いします。はい、正田さんから思う山下三津商店の社風はどう感じますか？はい、社風は本当に、まあ、生真面目ということで、真面目に販売、そしてやっぱり皆さんでやっぱり売り上げどうやったら上げていけるかっていうのを皆さんで考えて、もう楽しく、あとはもう そうですね、もう楽しく販売するっていうのを大事にして、販売しております。はい、本当そうですね、真面目に楽しくやるって一番いいですよね。はい、そうですね、やっぱり楽しみがないとやっぱり、まあ、仕事ですかね、やっぱり見つけながらっていうのをやっぱり楽しくなかったらやっぱり、ね、うん、販売してる側もやっぱ楽しくないので、やっぱり感謝されて、でこっちも楽しくなって、で売り上げも上がって、で給料が上がって、まあ、やっぱりその休みの日もやっぱりやりたいことやりたいですし、そうですね、まあ、そうやってどんどん自分を成長できていければと思いますね。はい、はい、こうなってます。あと、カガの丸芋を使ってます。あ、はい、はい、このまま温めて食べる、このまま温めて、はい、食べます。このままでいけます。あ、はい、はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、ソフト木綿で柔らかいんですよね。こんな何も急にやめて、この木綿パッツ、木綿パッツ、ありがとうございます。木綿も美味しいので、全部こう、はい、申し訳ございません。4点ですね、失礼いたしました。はい、申し訳ございません。こちらぶっかけ生姜大根、4点1277円からですね。これ切るとって、はい、正田さんの、今の目標と、将来の夢を教えてください。はい、目標は、まず目標は、まあ、所長になったということで、金沢営業所を盛り上げていきたいですし、やっぱり販売員さんをやっぱり一人一人、もう自分が守っていくんだと、この営業所を守っていくんだという気持ちで、はい、これから成長を続ければと思います。あと今富山営業所の方も立ち上がったので、富山営業所これから、まあ、福井とどんどん展開していき、そうですね、まあ、製造の方もやっぱ大変なので、連携を取ってこれから北陸を盛り上げていきたいと思います。と、そうですね、自分はやっぱり今所長という、4月1日から所長をやらせていただくことになりましたけども、やっぱりこれはまだまだ自分はもう上を目指していますので、もう所長とか部長、社長とか、もうどんどん給料も稼いで、もう頑張っていこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。ございます。正田さんは山下三津商店の会長になりたいと思って、はい、言っておりますよね。そうですね、会長もちょっと、はい、会長も狙ってますか。もう狙って、もう本当に山下三津商店の顔はもう自分なんだけど、はい、そうやって覚えてもらえるように、まあ、まだまだ今、まあ、大変なことたくさんあると思いますけど、そういうのを乗り越えて、やっぱり会長も多分大変なご苦労されておりますので、うん、はい、自分もそれに目指せるように、はい、頑張って日々販売の方を していきたいと思います。はい、はい、はい、
か。はい、元気ですか。そうですね、分かりやすいです。なので、はい、ご飯のお供でございます。はい。それでもちょっとこれ抜けてしまいまして、うん、じゃあ次回に期待します。次回で、はい、ご予約ありがとうございます。ありがとうございます。申し訳ない。はい。ありがとうございます。うちの商品ご満足いただけてますでしょうか。大好きです。ありがとうございます。ここともよろしくお願いします。はい、ぜひまた。ありがとうございます。はい。大好きです。ああ、はい。ありがとうございます。いただけると嬉しい。ありがとうございます。はい、またよろしく。よろしくお願いします。どうもありがとうございます、未来の新入社員へのメッセージをお願いします。はい、この仕事は本当に自分が頑張ったら頑張った分だけの給料が、もらえます。そうですね、どんどん自分のお客さんを作ってもらって、でも販売はすごくもう楽しいので感謝される、本当に仕事なので楽しく、そして給料をどんどん上げていき、で自分のもう自分のやりたいこと、まあ、自分の乗りたい車とかもそういうのもすぐ乗れるの、叶えられるので、本当に夢がある仕事だと、仕事だと思いますので、もう、これからの、お豆腐販売でも、そうですね、その一つの選択肢 として考えるのもいいと思いますので、入社を待ってます。山下道商店で、頑張って、いっぱい稼いで、はい、翔太さんは何にそれを、はい、お金を使っていきたいですか。はい、やっぱり自分はやっぱり高級車に乗りたいので、まあ、レクサスとか会社とか、あとは、まあ、家の、そうですね、改築とかにやっぱりその費用に当てたいです。はい、ですね、その、まあ、自分の趣味と、はい、まあ、家族を幸せにするというところですかね。そうですね、趣味と家族を、やっぱり一日でも早く幸せにしたいという思いで販売の方をしております。ありがとうございます。それに向かって頑張りましょう。はい、はい、頑張ります。ありがとうございます。お好みで作っていただいて、こちらで、ありがとうございます。ありがとうございます。